JR をご利用くださいましてありがとうございます。上野行き新東東急北東線です。車は前の方から1号車、19車の11号車です。6号車はロビンバにはシャワールームがございます。7号車は食堂車、グランシャリオです。12列車でご案内いたします。近隣車1号車、5号車、6号車、7号車です。また1号車、5号車、ハンドルがついておるかもしれませんが、近隣車となっております。お間違いのないようご注意ください。近隣車1号車、5号車、6号車、7号車です。停車駅と到着時刻のご案内をいたします。リラウィキソッセ、トバコバイン、ロモリベツ、東ブロラン、ダンデモンペツ、トーヤ、ボシャーバンデ、ヤングボ、オモリ、函館の順に止まってまいります。函館21時6分の到着です。続きまして仙台4時33分、福島5時36分、富山6時15分、宇都宮7時50分、大宮空調、終着の上の都市2部と到着です。これから新大阪とご旅行となりますので、貴重品、特に現金は体から離さないようお願いいたします。車内での盗難事故は大変多く発生しております。貴重品は各地でご注意ください。シャワーカード発売について、シャワーカードの発売については6号車ロビンカーにて発売しております。係員がないときは7号車食堂車グランシャリオ係員にお知らせください。6号車7号車でのインパーター姿、パジャマ姿、スリッパでのご利用はご遠慮いただいております。この列車の車掌は J6 杯と札幌車掌所阿部と江方です。他車の青森までご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。なお車掌室は5号車です。上野行き新台特急北斗線ご利用いただきましてありがとうございます。次南千歳線に停まります。
まもなく東村です。
ご乗車ありがとうございます。上野行き新大特急、北斗線です。次の電車には仙台です。4時33分の到着予定です。続きまして、次は5時36分、残りは6時15分、次の日は7時50分。大宮区新町の市の上の6時15分の到着予定をしております。これから入ってまいります、青山トンネル、22時11分頃入ってまいります。青山トンネル出ます時刻は22時50分を予定しております。これから深夜にかけてもご旅行等できます。気象に手間の付近には十分お気をつけください。これから臨時停車を寝台とは間もなく消灯いたします。この放送をしまして明日の朝6時30分頃まで放送は一時中断させていただきます。その放送をしまして明日の朝6時30分頃まで放送は中断させていただきます。それでは皆様ごゆっくりお休みください。
ただいまの時間は6時4分を少しのところになります。臨時の北斗線もただいま時間通りに運転されております。車掌途中青森で交代しております青森行きの門馬阿保小笠原です。5号車と11号車に乗務しております。というの際にはお気軽にお申し付けください。食堂車は列車中ほど7号車にございます。食堂の営業は6時30分からです。後ほど係員から放送にてご案内いたしますので、もう少しお待ちください。トイレは各号車の後ろ用にございます。洋式トイレは1号車、2号車、5号車、8号車、11号車にございます。寝台の上段、また上の階ご利用のお客様、はしご、階段の上り下りには十分気をつけください。またこれから洗面所ご利用の際には、外しましたメガネ、時計などお忘れ物にご注意をお願いいたします。また上の東京ライン、東京新橋品川川崎
川崎横浜方面は7番線、8番線の電車ご利用ください。常磐線松戸鳥取方面は9番線、10番線の電車ご利用ください。特急日立7号茨城行きは8番線から10時ちょうどの発車でございます。特急日立7号茨城行きは8番線から10時ちょうどの発車でございます。中央線東武松本方面は新宿駅始発でございます。2番線の電車で新宿までご乗車になりお乗り換えください。東海道新幹線、東海道線、京王線、横須賀線、総武快速線は東京駅に乗り換えでございます。東京方面およるお客様、3番、4番、7番、8番線の電車ご利用ください。どちらの電車も東京駅に止まります。昨晩お渡しいたしました個室のカードキーは列車ごとに取り替えておりますので、記念にお持ち帰りいただくか、各自で処分をお願いいたします。札幌からの臨時寝台特急北斗星ご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご利用お待ち申し上げております。まもなく終点の上野に到着いたします。13番線に着きます。お出口は